どうも、てつです。当チャンネルは、初心者向けの香水サイトも運営している自分が、愛用していた香水、実際に使っていた香水の、レビュー動画を上げていくチャンネルです。初めての香水選びの際にも少しでも参考になるように、できるだけ難しい言葉は使わずに3分程度で、紹介していこうと思います。リーズナブルな香水が結構多いので、特に学生年代の方や初めて香水選ぶ方に参考になるかなと思います。今回紹介する愛用香水は、トミーヒルフィガーのトミーという香水になります。夜の方は 30ml のボトルを自分は購入して使っています。トミーヒルフィガーで言えば、これと似たトミーガールっていうレディース向けの香水も人気を集めていますが、今回紹介するのは、トミーという、メンズの愛用者の多い香水になります。気になるこのトミーヒルフィガートミーの値段ですが、自分はこの 30ml のボトルでだいたい2000円前後で購入しました。これにも大きい 50ml であればだいたい2500円前後、さらに大きい 100ml であればだいたい3500円前後で販売されていました。また値段は前後するので気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。この 50ml、100ml はかなり大きめなので、お試しであれば自分と同じ 30ml がいいかなと思います。実際にトミーヒルフィガートミーを使ってみての香りの印象ですが、含まれている香料からもイメージできるかと思いますが、自分が使ってみての、印象としては、一言で表すと、シトラスウッディの、スパイシーな香りっていう感じですかね。もっとわかりやすく言うと、爽やかかつ、セクシーな香りっていう印象が自分は強く感じましたね。今まで紹介した香水の中でもシトラス系の香水っていうのは爽やか系の香水が多くて、シトラスウッディで言うとオウパラのオムとかも似てるんですけど、オウパラのオムはもうさっぱりとした、爽やかな香りっていう感じなんですけど、このトミーは、爽やかさと同じぐらい、もしくはそれ以上にセクシーさも感じられる香りで、より大人の香りといった感じですね。なので大人の男性がより使いやすい香りで、シトラス系の爽やかさだけでは物足りないというか、爽やかかつセクシーな香りをお探しの方には、イメージとしては近い香水かなと思います。で、気になるこのトミーヒルフィガートミーを実際に使ってみての女子受けですが、自分の場合は、かなり好評でしたね。レディースの愛用者も多い香水なので、あとシトラス系でセクシー系の香りなので、かなり女子受けは狙えると思います。自分からしても自分はスパイシー系やセクシー系の香りが好きなので、今まで紹介したシトラス系の香水の中でも個人的にも一番好きな香水ですね。最後にこのトミーヒルフィガートミーを使える季節ですが、シトラス系でセクシーな香りで、季節を選ばずオールシーズン使いやすい香水かなと思います。持続度も軽めでしつこさもないので、本当に気軽に使いやすい香水だなと思います。あと王道のブランドと違って人と被りにくいっていうのも個人的にはおすすめのポイントかなと思います。はい。それでは今回は以上です。皆さんの香水選びの少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。